今朝は東海3県47の観測地点のうち45地点で今季最低気温を更新しました。名古屋の最低気温も昨日より 1.2 度低い 8.5 度で今季一番の寒さとなりました。今朝名古屋駅ではマフラーや手袋などをつけて寒そうに歩く人の姿が見られました。また高山市の最低気温は昨日より 2.2 度、平年より 3.1 度低い1度、11月下旬並みで季節先取りの気温になりました。庄川町六厩はマイナス 4.1 度と東海3県では今季初めての氷点下となり、道路の凍結も見られました。